マヌジノビリ、マヌジノビリ、マヌジャノブリーこと、エマニュエル・ダビド・ジノビリ・マッカリ、イムニュール・デビット・ジャノブリー・マッカーリー、1977年7月28日対は、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身の元バスケットボール選手。NBA のサンアントニオ・スパーズに16年間所属したフランチャイズプレイヤーで、その間に4回の NBA ファイナル優勝に貢献。ユーロリーグ優勝。 オリンピック金、メダル、NBA チャンピオンの全てを達成したのは、ビル・ブラッドリーとジノビリだけである。世界選手権でも銀メダル獲得しており、ファイは、アメリカ選手権を加えれば4冠を達成している。ブエノスアイレス州バイアブランカ出身。バスケットボール一家に生まれ育つ。父親はバイアブランカのクラブでコーチをしており、兄弟はアルゼンチンやヨーロッパのクラブで、 プロ選手として勝つ。彼自身もアルゼンチンのプロリーグで活躍するようになる。1998年、イタリアのセリエ A に渡り、2002年までプレーした。この間に1999年の NBA ドラフトでサンアントニオスパーズから2巡目57位で指名されている。しかしこの時点ではすぐに契約をせず、その後、セリエ A のビルトゥースボローニャで2年間プレーしている。 2000から01シーズン、ボローニャにて、セリエー優勝。さらに、ユーロリーグを制し、ジノビリは MVP を獲得。セリエーでも2シーズン連続で MVP を獲得している。2008年3月に、ユーロリーグ史上の偉大な50人の貢献者の一人に選ばれた。2002-03シーズン、スパーズでデビュー。レギュラーシーズンは、2002年の世界選手権で起こした。 右足首の捻挫の影響もあり、先発は5試合にとどまったが、開幕戦のロサンゼルスレイカーズ戦では、積極的なディフェンスでスティールを連発し、レイカーズのリズムを狂わせ、開幕戦勝利に大きく貢献するなど、公主両面で NBA ファンや関係者を驚かせる活躍を見せ、オールルーキーセカンドチームに選出された。プレーオフでもコンスタントな活躍を見せ、NBA ファイナルに進出。 ニュージャージーネッツを倒し、ルーキーイヤーにして早くも NBA 優勝を経験した。2003-04シーズンはスパーズのスターターとして成長。しかしプレーオフでは2回戦ロサンゼルスレイカーズに敗れた。その後ジノビリはアテネオリンピックにアルゼンチン代表としてプレし、悲願の金メダルを獲得した。ユーロリーグ優勝、NBA 優勝。 オリンピック金メダルを個人で同時に達成したのは、ビル・ブラッドリー以来二人目であった。金メダルの勢いに乗ったまま2004 0 5シーズンに入る。ジノビリは自己最高の平均16得点を記録し、自身初の NBA オールスターに選出される。その後、スパーズはプレーオフに進出。スティーブ・ナッシュの活躍で一躍優勝候補に躍り出たフェニックス・サンズ、そして、 イースタンカンファレンスを制し、2連覇に挑んだデトロイトピストンズを次々に破り、2年ぶりの王座奪還を果たす。NBA ファイナル MVP には大黒柱のティム・ダンカンが選ばれたが、地のビリこそ MVP という専門家も多く、アルゼンチンのメディアは当然のごとくこの決定に不服を唱えていた。しかしながら、オリンピック MVP に NBA チャンピオンと、 地のびりのキャリアの中でも一番の輝きを放つシーズンになった。2005-06シーズンは右足首打撲、足部座章、右足首粘座と3度の右足に関わる怪我もあり、昨シーズンよりも数字を落とすが、オフに獲得したベテラン、マイケル・フィンリーやニック・バン・エクセルのプレイや、急成長を遂げたトニー・パーカーの活躍で、バックコート陣の層は大幅に厚みを増し、スパーズは チーム記録となる63勝を挙げた。プレーオフでは2回戦、ダラス・マーベリックスに敗れている。2006レーシーズン、ジノビリは、シックスマンへと転向。スターター級のジノビリがベンチに控えることは、相手チームにとっては、脅威となり、本来個人技が得意なジノビリに、行き詰まった試合の竜を変えるというシックスマンの仕事は、うってつけであった。毎シーズンの不調から復活した。 ジノビリはこのシーズンのシックスマン賞の投票で2位となった。スパーズは彼の活躍もあって4回目のファイナルを制覇。自身は3つ目のチャンピオンリングを手に入れた。2007-08シーズンはベンチからの出場ながら1試合平均平均で19.5得点はティム・ダンカン越えのチーム杯であった。その活躍が評価されシックスマン賞を受賞。 出場時間も先発メンバーと同じように長く、特に重要な局面ではスタメンを差し置いて、エースとして活躍した。NBA サードチームに選ばれた。プレイオフ1回戦フェニックスサンズ戦で左足首、負傷。カンファレンス決勝のロサンゼルスレイカーズ戦では、その怪我の影響で力が出しきれず、敗因となった。2008-09シーズンもシックスマンとしてプレーし、 スターターと同格の成績を残したが、昨シーズンプレイオフで負傷し、北京オリンピックで、さらに悪化した左足首の関節強視化手術を9月に受けことと、右肥骨に疲労反応が出たことの影響で、出場試合は自己最低の44試合に終わった。プレイオフは、右の肥骨の疲労骨折で欠場し、チームが1回戦敗退を喫したことで、 ジノビリの重要性をより大きく認知される結果となった。2090シーズンはトニー・パーカーの怪我により先発出場がわずかながら増え平均アシストがキャリア最高の4.9となったが平均得点は平凡な数字に終わった。プレイオフでは1回戦のダラスマーベリックス戦で尾骨を骨折しながらもプレーを続けスパーズを2回戦へと進めた。 二回戦のフェニックス・サンズ戦も出場を続けたが、チームが噛み合わず、スイープされる屈辱を味わった。2010-11シーズンでは、ティム・ダンカンの体力的衰えが見え始めたことと、リチャード・ジェファーソンの活躍範囲が限定されていたことで、チームは、ジノビリ・パーカーを中心に据える試合展開へと変更し、ほとんどの試合で先発出場した。また、 自身2度目の NBA オールスターに出場し、7得点、5アシスト3スチール3リバウンドと活躍した。前年に続き平均アシストが、キャリア最高の4.9となり、2000年代最高の勝率を記録し、第一シードでプレーオフに進出した。しかし、ジノビリは、右肘を負傷し、プレーオフ初戦を欠場し、次前からも万全な状態でプレーすることができず、 そのためスパーズは1回戦で第8シードのメンフィスグリーズリーズに敗れる屈辱を味わった。2011-12シーズンでは開幕5試合目のミネソタティンバウルブズ戦で左手小指の中手骨を骨折し回復を早めるため手術を受けたが約5週間23試合を休場した。また復帰後尻の屈筋を痛め休みがちな時期が続き 安定したプレーとなったのはチームが38試合を消化したあたりからであった。ロックアウトによる短縮されたシーズンであったため36試合出場にとどまったが、フィールドゴール成功率、3ポイント成功率ともに、キャリアハイであった。2012-13シーズンでは、大きな故障はなく60試合に出場したが、年齢的な衰えか、ショットの精度が落ち、得点も大きく落とした。 プレーオフでも、往年の活躍ができず、久々の優勝のチャンスを逃す一員となってしまった。ファイナル終了後には、引退を示唆していたが、スパーズと2年間の契約延長を行った。2013-14シーズンは、前年から一転、シックスマン投票を第3位となる活躍を見せ、チームの高い勝率に貢献した。また、カンファレンスセミファイナルにおいて、 プレイオフ通算出場試合数が、電動入りでのラリーバード、ビル・ラッセルを上回った。ファイナルでは、第一戦で16得点11アシスト3スティールを記録し、ファイナルゲームで、ベンチスタートから15得点10アシスト以上を上げた。歴代のプレイヤーとなるなど好調を維持し、チームも、マイアミヒートを4勝1敗で下して、自身4度目の優勝を果たした。2014-15シーズンは、 チームは NBA 初の16年連続50勝以上を記録するもウェスタンカンファレンス6位に終わり、さらにプレーオフもファーストラウンド敗退に終わり、ジノビリ自身も引退の噂が絶えなかったが、2015年6月28日に復帰か引退の判断は自身がコラムを執筆しているアルゼンチンのラナシオン氏に公表すると語っている。7月5日に、 現役続行をツイートし、7日、コラムに心境を語るとともに、2年570万ドルの契約に合意。2016年7月3日、もう1年現役を続行することを決意し、14日に1年1400万ドルで契約を延長。同時に、フィラデルフィアセブンティーシクサーズが提示した2年3000万ドルの オファーを断ってまでスパーズで引き続きプレイすることを選んだことも報じられた。2016-17シーズンは自己最低の平均7.5得点で終了。2017年5月23日のプレーオフカンファレンスファイナルのゴールデンステート、ウォリアーズ戦の第4戦ではシーズン初の先発出場で15得点と奮闘するも115から129で敗れ。 プレーオフ敗退が決まり、ジノビリがベンチに下がる時には、AT&T センターのファンから大声援を受けた。試合後の記者会見でジノビリは、自身の挙手については、これからじっくりと考えると明言を避けていたが、7月に入り、母国の英雄ディエゴ・マラドーナが、彼はまだプレーすることを望んでいると、ジノビリが現役続行を望んでいることをほのめかした。そして18日に正式に、 現役続行を表明し8月24日に2年500万ドルで再契約した。2017-18シーズン11月3日のシャーロット・ホーネッツ戦で通算1000試合出場を達成した。この試合の勝利で1000試合出場到達時の勝利数は728となり NBA での最高記録となった。2位はトニー・パーカーの718勝。3位は スコッティ・ピッペンの715勝、4位はティム・ダンカンの707勝である。2018年4月22日のプレイオフ、ファーストラウンド、ホーム2戦目となるゲーム4で、フィジカルなディフェンスと3ポイント構成で103から90で勝利し、この勝利で、ジノビリとトニー・パーカーは、コンビとして、プレイオフ勝利数を132として、NBA 最多勝利量となった。2位は、 ティム・ダンカンとパーカーの131勝、3位はティム・ダンカンとジノビリの126勝、4位はコービー・ブライアントとテレック・フィッシャーの123勝、5位はマイケル・ジョーダンとスコッティ・ピッペンの117勝。2018年8月27日、自身のツイッターで引退を表明。ジノビリは1998年にアテネにて開催された。 世界選手権で代表デビューし、アルゼンチン代表の中心選手として活躍してきた。それまで国際大会は、アメリカ合衆国が支配してきたが、2002年にインディアナポリスで開催された世界選手権のグループリーグ二次リーグで、アメリカ代表を87の82で破り、同国代表の連勝記録を52で止める、原動力となり、準優勝に導くなど、 ジノビリの成長とともに、アルゼンチン代表は、世界トップクラスのナショナルチームとなっていった。2004年アテネオリンピックでは、サイアントニオスパーズのティム・ダンカンが代表として、グレック・ポポビッチがアシスタントコーチとして参加していたアメリカ代表を、準決勝で破り、決勝ではイタリア代表を退け、金メダルを獲得。19.3得点、3.3アシストはともに、 チーム杯で大会 MVP となった。ちなみに、初戦のセルビア・モンテネグロ戦では、残り0.7秒で決勝ブザービーターを決めている。2008年の北京オリンピックでは、開会式の入場行進で騎手を務めた。準決勝でジノビリは負傷し、敗れたものの、銅メダルを獲得した。その後2012年には、ロンドンオリンピックにも出場。 2014年に代表からの引退を表明したものの、2016年に入り、同年開催のリオデジャネイロオリンピックに出場している。運動能力は標準的で、身長も198センチメートルと、決して高くない字伸びりの最大の武器は、抜群の安定感を誇るドリブルペネトレーションである。普通の選手とは違うジグザグしたキレのある動きで、 ジノビリステップあるいはユーロステップと呼ばれる、ジノビリ独特の変幻自在で予測不能なドライブにディフェンスは翻弄され、ゴールを許すか、ファウルを犯してしまう。体の使い方がうまく、ボディバランスが優れている。特にドリブルからシュートに移行するモーションで、体をボールと相手の間に入れ、アメリカンフットボールのようにボールを抱え込み干することで、スティールされにくくしている。 必要に応じて、ペネトレートからダンクに持ち込むこともあり、地味なプレイの多いスパーズでは異彩を放つ。一般的に守りづらいとされる左利きの上、アウトサイドシュートも非常に正確で、少しでも間合いを放すと高確率で3ポイントを決められてしまうため、ディフェンダーとしては何をしでかすか分かず、非常に守りにくい。さらにシュートフェイントもうまく、 持ち前の老下さでファウルを誘うテクニックも持つ。変幻自在のパスも操り、あらゆる場面から的確なアシストができる。フリースローの名手でもあり、ファウルゲームでは必ず、ジノビリがボールを受ける。多くの王事愛を経験しているため、戦術理解度が高く、メンタルも強い。アルゼンチンの英雄でありながら、シックスマンの役割もチームの勝利のために引き受けるなど、 ジノビリの能力がスパーズの今日の大きな一員として高く評価されている。NBA プレイオフでの成績もジノビリの勝負強さを象徴するもので2000得点、600リバウンド、500アシスト、200スティールをすべてで上回っており、この記録を持っているのはラィー・バード、コービー・ブライアント、クライド・ドレクスラー、ジュリアス・アービング、デニス・ジョンソン、マジック・ジョンソン、マイケル・ジョーダン、 ジェイソン・キット、カール・マローン、スコッチ・ピッペン、ジョン・ストックトン、マヌジ・ノビリの12人しかいない。ティム・ダンカン、トニー・パーカーと共に、スパーズのビッグ3であり、トリオ通算レギュラーシーズン試合数、通算勝利数、通算プレイオフ試合数、通算勝利数のすべてで、NBA 歴代1位である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。